トラック野郎。毎度すすごろしの北川です。今回ですね、静岡県にお邪魔しております。今回ご紹介するお車はこちらです。今回はですね、超特別編ということで、多分初めてですね、これね。僕一人でちょっと回していこうかなと思うんですけど、今回ですね、オーナーの会長の関根さんがですね、なんと特別に撮ってもいいよっていうね、許可いただいたんで、ちょっとね、撮影の方をしていこうかなと思います。まずですね、僕ちょっとね、一人で解説するのは、なかなか慣れてないかもしれないんですけど、頑張ってやっていきますんで、まずですね、プロテクのところですね、上の方からちょっとね拝見していこうかなと思うんですけど、プロテクのところよく見るとなんですけど、あちらアンノン周りはですね、全てですよ、これがなんと全て、石目ガラスになってますね。これは結構珍しいですよね。で黒塗りね、で縁が全部あちらミラーになってますね。で中が白文字、かなり珍しい、ね、色の使い方になってるんですけども、こういったね色の使い方も結構特徴的ですよね。で西東京夜桜丸船団一発やっていう風にね、文言書かれてますよね。でこういった文言ですね、黒潮一家とかね書かれてますけども、全て同じところで、作成しているみたいでして、こちらですね、はい、こちらに書いてます。加藤工芸さんの ところでですね作っているということだそうです。で、仮想の部分なんですけども、基本的にはガレージ21さん、西東京にある、仮想屋さんで、全て地元にこだわって作られている1台ですね。でこちらの車ですね、ちょっと変わってんすよ、これ。まあちょっとっていうか、だいぶなんですけど、よく僕夜桜丸船団さんのですね、YouTube をよく拝見してるんですけど、こちらの会長のお車、PV にしょっちゅう出てるお車ですね。なんですけど、なんかリニューアルされてるみたいなんですよ。まずですね、ヘッドの上の部分。はい。赤のパトランプ乗ってましたよね。ね、ランプが乗ってたと思うんですけど、それが隠れちゃってます、パンチングで中に入ってるそうなんですよ。で左右に拡声器が実は中に隠されているってことでね、これイベント仕様、イベントの時は装着しているということだそうですね。でこちらバスマークちゃんなんですけど、これもすごいんですよ。これ幅がドンと横から見ると このだって旗っぱっすよ。だってこれ半端ないですよね。これ縦の多分ラインをね意識されて付けられてるんだろうなみたいな感じですね。ミラーの部分もねちょっとなんか様子がおかしいですよね。これプロフィアちゃんって丸パイプなんですよね。こんなごつくない。はい、そうです、こちらスーパーグレートのミラーが装着されてますね。様子がおかしいで、こちらね夜桜丸船団さんのこちらのお車といえば、はい、船型バンパーね、これ定番の船型バンパーになってますね。でこちらソリッドが入ってるんですよね、ソリッドがね。で下側にこれよく見るとこれパイロットね、444で全部入ってますね。これもまた珍しいポイントですよね。ナンバーのところも厚みを持って、これ150角かな、
でつけて溶接されて綺麗に作られてますよね。で運転席側なんですけど、運転席側もねこれまたすっごいんですよ。見ていただいてね、分かると思うんですけど、イカチバリイカチザ男っすよね。でしかもこれ塗り分けがね綺麗なんですよね。まあ、グリルのところもそうなんですけど、ドアとね本体のボディと塗り分けをされてますよね。綺麗に塗り分けられてますよね。でこのステッカー、これこの短冊、これマジイカチ、これ欲しいっす。でこれももちろん加藤工芸さんでねデザインされて作られてるってことです。もうザあれですよね、フロム西東京、もう全て西東京さんですよね。でこれねよく見るとなんですけど、この中に鱗が隠されてるんですよね。これ鱗、まあちょっと伝わりづらいですけどね、このパンチングの裏には実はこれ鱗が仕込まれてる。まあすごい細かいところも各所もねこだわられてますよね。でこれねナットの部分もまたちゃうんですよ。ナット止まってるナット普通ねちゃうじゃないですか。これ全部これボタンになってるんですよね。ナットの部分全て全部綺麗に上も関根さん会長やりきっちゃってますね安全窓もこれちゃんと隠れうろこちゃんがね隠れてますよね。背面の部分なんですけど、よーく見るとあれ黒潮って書かれてるんですけど、ね、こちらにも書いてます、黒潮一家っていうね、この一家を表すようにこちらの後ろにもね、プロテクの後ろ側にも黒潮って書かれてますよね。じゃあこれ上がると多分かなり迫力やばいっすよ。で、はしごもこれ書くの寝かしで、しかもこれ角度変えて全部作ってますよね、これね。これ一列ストレートでピヨーンじゃなくて、ここ曲げてね、長さちゃいますもんね、これね幅とね、すごいことあられてますよね。で、これ2段でね、はしごも作ってますよね。で、よく見ると上、これどうやって荷物積んでるのか知りたい、マジで気になるね。上のところも全部囲って、で、しかもあれパンチングの中にはお決まり、全部鱗入ってます。これも全部鱗、もう装飾品に命かけてますね、これね。渋いですね。で、ホイールが、これメッキホイールですかね。で、装着されているみたいな感じなんですかね。で、こちらね、ダンプのね、側面で重要なのは、ね、もちろんタッパも重要だと思うんですけど、個人的にはマーカーレールなんですよね。ね、見ていただきたいところ、こちら、マーカーレール。ここやばいっすよ。こだわりが半端じゃなく詰まってる。全部パイロット。全部埋め込みで。444444で、これも数合わせてね左右で作られてるポイントですよね。でこちらサイドバンパーね、これもね黒板型でね作られてると思うんですけど、これもフロントバンパー同様スリットがね入ってますね、エアロ風にね。でここにもパイロットでアンドンを埋め込みで、あえて奥行きじゃなくて見せるようにつけてる。ここがねかっこいいポイントなんですよ。でサイドウィンカーどこ行ったっつって多分なると思うんですけど、なんとここに書かれてるんですよね、サイドウィンカーがポンポンポンと、これ3つ、かっこいいですよね、イカチですよね。こちらプロフィアちゃんのね、これマフラー見ていただいたら分かるんですけど V8 ですね。でそれをダブルでそのまま持ってこられてるんで、まあいい音するんですよね、たまんないですよね、いいポイントですよね。でこちらのフェンダーの部分、これも全部塗りっすよ、ステンを使うんじゃなくてあえての塗りで作ってるっていう。しかもこれワンオフですね、ここストレートちゃうもん、これ折ってるもん、ここでね折り目がついてるんでね、ここまでストレートでこっから折れてる、こだわり半端じゃないですね。でここもくぼみつけてね、奥行きつけて作ってるっていう感じですね。でこちらねリアのホイールの部分なんですけども、全部黒の塗りね、いい感じですよね。これ足回りかなり締まって見えるんですけど、これハーブのねキャップのところを見るとこれ桜になってるんですよね。これは会長かなりねこだわってつけられてるねところですよね。このケツから見てこれ見るとこれ
器具どんぐらい高いんやろな、これすげえタッパーありますからね。まあ、ザ・あの関東の深箱ですよね。で、深箱の中でもこんだけタッパーがあってるの僕初めて見たかもしれん。やばいっすね、ほんまに。とんでもないものを関根さんは作りましたね。で、こちらダンプといえばこのケツなんですか。ケツがいっちゃん重要なんですけど、ケツも抜かりねえですね、これね。砂切りのところも、あれよく見るとしまい板になってるんですよ、あれ。仕事で使うからっつって。ね。そういう細かなところまでこだわってるっていうところがすごいっすよね。もちろん文字も、はい、こちら、片焦げた。で、すべて書かれてるってことですね。これが新作ですね、今回。文言になったりとかも、また違った、その色合いもね。雰囲気に見えるっていう感じですね。で、後ろには夜桜って金文字でね書かれてますね。いい価値ですね。で、こちらリア部分なんですけどね、これテールの部分よく見るとこれ4連になってるんですね、これね。で、ボックスも全部もちろん塗りで、こちらですね、プレートのところ、プレートのところはこれ角の起こしになってるんですね、これね。こちらのアンドン部分ももちろん全部合わせて、全部綺麗に合わせて、こちらも石目でね作られてますよね。これまたえぐいっすね。でね、これね、一個もう一個ポイントなんですけど、これ泥除けまでこれ塗ります？普通泥除けも全部これ塗りで綺麗に作ってますよね。こうあえて塗ってんですよ、これすごいっすよね。で、こちらテールの部分なんですけど、テールもこれもちろん塗りかな、塗りだな、うん、はい、塗りっすね。綺麗っすよね、これね。作りがものすごい綺麗に作られてますよね。またあとこれ塗り分けがね、綺麗に塗り分けられてるんですよ、これ。半端ないですよね。で、もちろんあの戦った証がこの裏から見えるみたいな感じですね。ちゃんと仕事で使ってるよっつって、会長はあの4にこだわられてますね。だからテールも全部4つに合わせて、パイロットも4つね、全て合わせて作られてるっていうところがまたポイントですよね。あの全然会長こだわってないって言ってたやん、僕に。半端ないこだわりすぎやけん助手席部分なんですけど、これよ、これよ、これよ。あのタンクね、鱗巻いてるじゃないですかね。普通やと綺麗に見せたいっていうところがあると思うんですけど、違うんですよ。音が黙ってクリアにスモーク入れて塗っちゃうっつって、黒にスモークがかけてるって感じですね。またこれもいかついポイントっすよね。なかなかないですよ、僕初めて見ましたもん。で、こちらも左右に合わせて両方とも作られているって感じですね。で、これね、ちょっとこっち助手席側からしか見えんからさ、これよく見て、これ関根さん、多分よ、多分これ室内を拝見してないんでわかんないですけど、ちょっと背が出てんすよ、ボコーンっつって。ってことは背抜きやっちゃってますね、これね。これ多分やっちゃってるってやつですね、これこだわってないところがないっす、ないっす。あの一周ぐるり見ましたけど、ナイス、ここまで全部石目にするっつ、全部綺麗にしてますね。安全窓のところもね。最後多分フロント周りちょっと見ていただいた、あの僕気づいたんですけど、細かなところも全部これパンチング入ってますからね、これ。確かこれパンチング普通は入ってないからね。細かなところまで全部こだわられてますよね。ね、パンチングと色の使い分け、それとあと細かなパーツのね、部分っていうのが結構こだわりが半端じゃないお車の1台ですよね。はい、すいません関根さん、ごめんなさい、もう勝手に拝見させていただいて動画にしちゃってますけど、これを見て怒らないでください。すいません、本日ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。あの初めて一人でちょっと実況させていただいて、ちょっと結構緊張しましたね、一人ね。
かなりちょっと緊張したんですけど、間違ってても叩かないでくださいね。関根さん、もうかなりね、ご無理なちょっとご相談乗っていただいて、映させていただいて、すいません、ありがとうございました。もう今後ともちょっと僕も関根さんのね、YouTube、夜桜丸船団っていう YouTube やってるんで、そちらの方もかなりね、楽しみに待ってますんで、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。このチャンネルがですね、面白かったなと思ったら、高評価、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。また見てください。ほな。